ジョン・クラウディス・ラウドンジョン・クラウディス・ラウドンは英国の造園家。1830年代のイギリスのランドスケープデザイナーとして大変著名な人物である。19世紀初頭から英国で出現した新しい庭園スタイルとして提唱されたガードネスクの中心人物となった。彼は富裕層の住宅庭園の設計で有名になり、後には作家としても有名になった人物である。 1783年にスコットランドのキャンバスラングに農家の長男として生まれる。早くから植物に興味があり、ある時西インド諸島のおじからタマリンドを送られてきたが、自分の分け前を兄弟に譲る代わりにその趣旨をもらって育てたという。1794年、エディンバラに出て種病店の徒弟となり、働きながらエディンバラ大学の長高生として農学、 植物学、科学を学ぶ。1803年にロンドンに移り、風景式庭園の設計者としてデビューする。梅園に覆われた不健康な環境にあった当時のロンドンの緑化に関心を持ったラウドンは、庭園設計の傍ら、造園、園芸、農業に関する書籍を次々に発表した。1806年、リュウマチ熱を発症し、 膝関節が硬着し右腕が萎縮してしまう。一時の西洋期間を経て1811年にロンドンに戻り執筆活動を再開する。1813年にはヨーロッパ諸国を巡る旅に出て植物学者たちと交流を持ち見分を深めた。総合的な演芸書の出版を目標としたラウドンは1819年に西ヨーロッパ諸国を巡る取材旅行を行い。 1822年に造園百科事典を出版した。造園百科事典の執筆期間中にリュウマチの病状が悪化し、1825年には右手を切断する事態に至った。しかし、ラウドンの活動意欲は衰えることがなく、その後の1826年には庭に関する総合的な啓蒙雑誌であるガーデナーズマガジンを発刊し、 総刊号は4000部を売り上げた。ガーデナーズマガジンは帰還誌から始まり、1827年には各月刊、1831年からは月刊誌となった。1830年、小説家のジェイン・ウェップと結婚する。1838年にブリテン島の全樹木を網羅したイギリスの樹木と刊木を出版するが、経費のかかりすぎにより、 1> 約1万ポンドの負債を作ってしまう。ラウドンの心痛は大きく、体調の悪い中で、精力的に仕事を続けるも、前年に利病した肺炎が悪化し1843年12月14日に、自宅にて死去した。庭園デザインは19世紀に入ると、かつて、ランスロット・ブラウンが示した自然風景式でデザインされた庭園は、非常に単調な手法に見え、 これに飽きたらなくなった一派はもっと絵画美術のような庭を求める傾向が出現する。これが後にピクチャレスク派と呼ばれ、ホリーが流行、ゴシック趣味を持ち込んだ上、同時代の代表的な造園家であるハンフリーレプトンなどに論争を仕掛けたりした。豊かな経済力を持った当時の英国では、プラントハンターを出現させ、栽培技術も向上し、 身近な場所で珍種できらびやかな草花を育てたいという傾向が強くなっていった。そういった時代背景から園芸専門家がもっぱら腕のほどを示すには作りを目指した。これがピクチャレスクの言葉に対比させてガードネスクという名称で呼ばれることとなる。そうした庭園デザインの中心に位置していたのがラウドンであった。また思想の中でも特に重要なのは ロンドンの広域的な地域計画を示した点で、この計画では、テムス川沿いのウエストミンスター寺院を中心に、市街のリングと田園地帯のリングが描かれている。このような同心円状のダイアグラムを用いることで、ラウドンは市街地だけでは人々は生活できないこと、また、田園地帯だけでも生活は成り立たないことを示そうとしたのである。 両者が共に重要であるという考え方は1830年当時には大変重要な考え方とされ、現在でも注目すべき思想であると見られる。ラウドンが19世紀の演芸に及ぼした大きな影響の一つに音質の改良への言及がある。ラウドンの音質への関心はそのキャリアの初期にすでに始まっており、音質を利用した植物の栽培法や新技術を取り入れた。 新しい形の音質を提案し続けた。1830年代に大型の板ガラスの工場生産が始まり、1845年にガラス税が廃止されたことによって、イギリスでは大音質が流行した。ラウドンが1822年に出版した、造園百科事典は、植物史、植物学、庭園設計、庭園史を網羅する1500ページに及ぶ大著であり、 演芸家のバイブル的存在として、改訂、補充を加えながら1870年代まで版を重ねた。努力と才能の力で身を起こし名声と地位を得た、ラウドンの成功談は、立志伝中の人物として、サミュエル・スマイルズの自助論に収められている。ウィキメディアコモンズには、ジョン・ラウドンに関するカテゴリーがあります。ラウドンは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ジョンラウドンを示すのに使われる。ありがとうございます。